そうこうするうち打ち合わせや稽古の期間も過ぎて映画の撮影が始まった意見結局一睡もできんかったの今日は大事な仕事があるけワクワクして眠れんかったわ荷物は爆弾毒針バナナおやつは300円までじゃなよっしゃ今日も張り切ってお仕置きするけん ちゃんとおうちに帰ってくるまでが仕事じゃからなってなんじゃあの車こっちに向かってきとるいけ行いけんぞぶつかるさすがカナさんだな結局、昨日までずっと役に文句言ってたとは思えない が予想以上にはまってるからもっと派手な演出を入れてやってみたいとなるほどカナがショックで髪全部抜けて頭ツルツルになるシーンを入れるんですねさすが監督原作だと1コマだけのネタですけど妥協しないで全部やりきるんですねもちろん大丈夫です監督のご期待に応えられるよう頑張ります ふざけんなあのおしさんこっちが下手に出てりゃ調子に乗りやがってその場の思いつきで何度も台本書き換えんなしかもカナにクソダサい面まで被らせるしおまけに被らせておいてやっぱ違った…ってどういうことだよやりぞんじゃんかか、カナさん落ち着いてさすがに美品のぬいぐるみを殴るのはまずいんじゃは美品じゃないし カナが自分で持ってきたの文句あるどうせ最悪の撮影になるのは分かってたしストレス解消しないとメンタルが持つ気しないし問題はなくはない気もしますけどまあ他の人に見られなければいいかおああすみません呼びに来ていただいてカナさんそろそろ出番だそうですわかりましたすぐスタジオ戻りまーす え落とし穴にはまるシーンを撮りたい了解でーすバッチリ休憩しましたから続きも頑張りますよー本当に仕事には熱心なんだよなこの調子なら意外と撮影も順調に進むかもなあ今日も疲れたいくら売れっ子集めたかなって。 日程詰めすぎだっつのーかなカナさんお疲れのところすみませんがちょっと数枚写真を撮らせてもらっていいですかああはいはい宣伝用のオフショットねはいアイドルの中でも特に SNS の使い方がうまくてファンが多いカナさんには是非協力を仰ぎたいとカナの SNS に便乗されるのはムカつくけどまあカナほどスキルあるやついないだろうし おーっと、あれは確かまだ片づけてないからああこれだこれだあのカナさん何やってるんですかいりゃわかるでしょ写真撮るから今からストッキングかぶり直すの一番の見せ場でかぶってるんだからしょうがないじゃんあのおっさんのセンス本当ありえないわったく <laughs> えちょっと まだ準備できてないのになんでいきなり撮ってんだよそのキャラに入り込んでいるのはプロとして素晴らしいと思いますでもそのままのカナさんも一枚撮らせてくれませんかはかカナさんのファンの人はカナさんが可愛くしてるのを見たいと思うんですカナさんが見てほしい人がいるならきっとその人もはん <laughs> 最初かカナの SNS なのになんで変顔ばっか載せてやらなきゃいけないのところでちゃんと可愛く撮れてるでしょうね可愛くなかったらズラかぶらせるからいろいろあったものの撮影は無事に終わりやがて映画の公開が近づいてきた 何人の顔ジロジロ見てんのよいやカナさんが楽しそうだなとそれ映画の原作ですよね70巻以上読んでずっと役になりきってたからねさすがにこのノリにも慣れてきたわほんとくったらないギャグ漫画だけどさまあ悪くはないんじゃない映画も原作再現度が半端ないということで公開前からだいぶ話題になっているみたいですね カナがあそこまで体張ったんだから当然でしょストッキングかぶって撮ったやつもさ SNS でコメントがまあつくことつくことま超かわいいカナがやるからネタになるんであって素人にはおすすめしないけどこの調子なら映画もヒットしそうですしあの時撮った写真も大勢の人に見てもらいますよああはいはいそうだといいねちゃんと見つけてね お父さん。